はいどうもこんにちは、グッドカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回は6年ぶりにフルモデルチェンジを果たしたメルセデスベンツの新型 GLA、 こちらのエクステリアとインテリアを詳しくチェックしていきたいと思います。GLA といえばブランド内最小 SUV であり、適度なコンパクト感とメルセデスならではのラグジュアリー感で人気を博してきましたよね。それが先代のクロスオーバー的なスタイルから一転して今回新型に変わると同時にグッと SUV らしさを強めたわけですが、これまでとは一線を画す仕上がりにも注目です。そんな新型 GLA の今日見るグレードは2リッター直列4気筒ディーゼルエンジンに4輪駆動を組み合わせる GLA200D フォーマティック。車両価格502万円とさすがのプライスタグがついてますね。とはいえ大半の装備は最初からついてますし、必須メーカーオプションはナビゲーションパッケージくらいかなと思いますので、込み込みの値段で見ると思った以上にお得感あったりします。また導入モデルはこのディーゼルエンジン一択ですのですごく潔いですよね。見積もりの詳細はぜひブログの記事でチェックしてみてください。ではまず新型 GLA のエクステリアを見ていきましょう。ボリューム感を前面に押し出す顔つきはやっぱりインパクトありますし、一つ一つのパーツも存在感あって思わず目を奪われるようなデザインです。特に今回の車両は AMG ラインを装備しているためダイヤモンドグリルを採用したり、バンパー形状をアグレッシブな造形にするなど目を引きつける要素が盛りだくさんですよね。その中でもダイヤモンドグリルは繊細で美しく、セグメントを感じさせないラグジュアリー感を演出。ミリ波レーダーの入ったエンブレムを際立たせる水平基調のルーバーもいいアクセントになってます。もはやこのグリルのために AMG ラインを選びたいと言っても過言ではないでしょう。軽快でスポーティーネスな表情は同じエントリーモデルの A クラスや CLA クラスに通ずるものがある一方、メルセデス SUV ファミリーを象徴する衣装が各所にあってたくましさも感じます。バンパー下部の造形はまさにそれですが、サイドにはスリットがあって、ここも他のモデルと同様の空力処理ですね。ヘッドライトについてはもちろんフル LED タイプを採用。ポジションは上下2本のラインが点灯し、ウインカーは上のところが切り替わる方式になっています。また対向車や先行車のところだけを避けて前方をハイビームで照らすアダプティブハイビームアシストプラスを AMG ラインに装着。片側18個の LED が照射範囲を細かく制御するため、かなり効果的に使えて便利な機能ですよね。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4440mm、 全幅 1850mm、 そして前高は 1605mm となっています。先代に比べると3サイズ全て大きくなっていて、より SUV らしいシルエットを手に入れたといいますね。ただしプレスラインはデザインフィロソフィーのセンシュアルピューリティに従って面で見せる構成としています。ギュッと詰まった塊感や可愛さを見せながら、兄貴分である GLC の系譜も感じる流麗なプロポーションでスタイル抜群ですね。今回の新型 GLA はアクロ走破性にもこだわって開発されたのがポイント。そのためアルミ製のルーフレールが全車標準装備で、まさにテーマに見合ったアイテムと言えるでしょう。これがない SUV は SUV じゃないとまでは言えないにしろ、かっこよさの中にタフな印象を持たせるには必要不可欠な要素かなと思います。質感もメルセデスクオリティで申し分ない上に、キャリアも取り付けできて機能面でも嬉しいポイントです。さらに足元には SUV のキャラクターにマッチした樹脂パーツを使っているものの、質感を落とさないためにメッキのサイドシルガーニッシュを装着。おそらく大半の方はオンロードメインで使うでしょうし、都会の風景に馴染む箇所でいいですよね。もちろんウィンドウモールはメッキ仕上げで全体の統一感を出そうか、ピラーガーニッシュもピアノブラックで質感は文句なし。キックアップしたガラスパネルとなだらかに落ちるルーフラインも非常に美しいです。 AMG ライン装着者は専用の19インチ5ツインスポークアルミホイールを採用。これは定番デザインで、今までに紹介した B クラスや CLA クラスのものと全く一緒ですね。ホイールの奥に見えるブレーキキャリパーにはメルセデスの文字が入っていて、ここも標準モデルとの差別化ポイント。リアから見る新型 GLA も相当魅力的で、フォルムバランスが絶妙だなと感じます。足元に向かって力強さを出す造形やワイド&ローなスタイルが最高にエモいですね。リアスポイラー横のパネルはピアノブラック調で質感もバッチリ。 C ピラーとのつながりなんかはこれぞまさに曲線美といった印象で、ここだけでご飯3杯いけちゃいます。バンパーロアブはフロントやサイドに合わせた樹脂パーツを基本としながら、質感を落とさないために水平基調のメッキパーツを装着。 AMG ラインにすることでバンパー形状が変わってディフューザーがつきますから、よりスポーティーな味わいを楽しめます。マフラーエンドも左右一本出しで完璧なスタイルを実現したかと思いきや、排気口はダミータイプになっていました。時には見せかけのかっこよさも大切ですが、それはここじゃないですよね。ちなみにリアルなマフラーエンドは右下にあります。またリアサイドのスリットもダミーで、中に化粧パネルが装着してありました。ここは空力的に蓋をした方がいいのかもしれませんね。リアコンビネーションランプはフル LED タイプを採用。 SUV カテゴリーではおなじみとなる四角いポジションライトを踏襲し、全体の造形は A クラスに近いものを感じます。
メルセデスの透過類は本当に美しくて、宝石という表現が最適ですよね。続いては新型 GLA のインテリアを全席からチェックしていきましょう。まずはドアトリムから。今回の車両には AMG レザーエクスクルーシブパッケージが装着してあるため、チタニウムグレーとブラックの一風変わったツートンカラーとなっています。質感はロアパネル以外全て合皮仕上げになっていますし、アルミのドアグリップなどスポーティーでなおかつ高級感ある印象ですね。メモリー機能付きパワーシートも標準装備で8米方式、さらにはランバーサポートも備わります。またシートヒーターは用意されるものの、ベンチレーション機能はありませんので、ここはクラス相応といった感じですね。ドアポケットに関しては今見えているところよりさらに奥までえぐられていて、かなり広い収納スペースになっていました。シートもインテリアカラーと同じツートン仕様で、黒一色よりも室内の雰囲気が明るい印象を受けます。ちなみにレザーパッケージには赤黒の内装色も用意されるんですが、そちらはマジの AMG モデルかと思うくらいレーシーな仕立てになりますので、派手好きな方はそちらがおすすめです。マテリアルは上質な本革で、欧州車らしい固めの革が使われています。タイトな形状でシート本来が持つサポート性も高いんですが、再サポートの調節もできるため、長距離ドライブにもってこいかもしれません。ヘッドクリアランスはご覧の通り、オプションのサンルーフを装備していながら十分余裕感ありますね。足元はメルセデスベンツのロゴが入ったスカッフプレートが装備されています。しかも文字のところがイルミで光るというおしゃれな演出付き。ペダルに関しても AMG ライン装着車であればステンレス製ペダルに変更されます。個人的にはこれが結構好きなポイントです。ライトスイッチは伝統のステアリング右横にレイアウト。今ではオートライト機能が義務化されてますが、メルセデスはいち早くオフという項目をなくしたブランドですよね。そして電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能も標準装備となっています。運転席に座ってまず驚くのがステアリングホイールの質感。ドイツ御三家にとどまらず、同クラスで比べた際にもはやライバル不在のクオリティと言えるでしょう。全車本革巻きで触り心地もいい上に、 AMG ラインを選ぶことでリムのところにパンチング加工が施されます。グリップ感も高まって最高ですね。またパドルシフトもアルミ製で、接度感ある操作フィールになっているのが好印象。細かいところにも作り手のこだわりを感じます。手元のステアリングスイッチも見事なまでに高い質感を誇るほか、使い勝手も抜群で、指先一つあれば 10.25 インチのメーターおよびナビパネルを操作可能。また右サイドに運転支援系のスイッチも並んでいますが、なんとこれらは S クラスと同等レベルの装備を備えているんです。渋滞追従式 ACC のアクティブディスタンスアシストディストロニック、レーンキープを行うアクティブステアリングアシストなど、本当に多岐にわたる装備内容になっています。以前 C クラスを1日お借りして乗ったことがあるんですが、ウィンカー操作だけで車線変更を行ってくれるアクティブレーンチェンジアシストはなかなか便利な機能でしたね。今回の車両にはアドバンストパッケージを装着するため、カラーのヘッドアップディスプレイもついてます。情報表示量も多いので、視線移動も限りなく減らすことができますし、先進安全機能の役割をしっかり果たしてますよね。10スピーカーシステムも先ほどのメーカーオプションに含まれます。メーターパネルは先ほどもお伝えしたように 10.25 インチサイズのフルデジタルディスプレイを採用。センターディスプレイと一体化することでスタイリッシュに仕上げてありますね。ディスプレイ解像度も高くて見やすいですし、このようにデザインを変更できるギミック付き。単純明快で分かりやすいからくりだからこそ、心をくすぐるものがありますよね。ナビもメーターパネル同様に 10.25 インチで、クラスを考えれば十分大きいサイズと言えます。操作方法は先ほどのステアリングスイッチに加えて、モニターの直接タッチ、センターコンソールのタッチパッド入力、あとはハイメルセデスでおなじみの MBUX と複数のインターフェースを搭載。音声入力で行えることもいろいろあって、アンビエントライトの色も変更できたりします。ただしナビを使う場合はナビゲーションパッケージを付けないといけませんので、ご注意ください。先ほど紹介した運転支援系の一部機能もこのオプションに含まれてます。アンビエントライトはこんな感じで、ドアトリム、インパネ、センターコンソール、さらには足元など様々なところを照らしてくれます。カラーバリエーションも64色と今ある中で一番多いですよね。これが欲しい方は AMG ラインもしくは通常のレザーエクスクルーシブパッケージを選ぶ必要があります。どちらも30万弱のお値段ですが、他の装備もいいので付ける価値は十分ありそうです。インパネ周りは水平基調デザインに合成比較やステッチがあしらわれています。左サイドのオーナメントパネルは AMG ラインをつけるとカーボン調に変更されるため、よりスポーティー感が強まりますね。内装の特にこの辺りは A クラスと大差ないかなと思いますし、使うマテリアルもおそらく同一のものかと思われます。エアコン吹き出し口にはジェットエンジンのタービンを連想する形状を採用し、質感もメッキ加色とピアノブラック調パネルで好印象。また通常は2つしかない吹き出し口も、最新のメルセデスは3つがスタンダードになっていて、より風向の調整がしやすいのもポイントです。その下は物理タイプのエアコン操作スイッチが横一列にレイアウト。
最近の車は操作系をデジタルに集約しがちですが、ここに関してはアナログが一番使いやすくていいですよね。さらにその下は小物入れとドリンクホルダーになっていて、ピアノブラック調のリッドも装着されます。各パーツの素材が本当に上質で、どれをとってもチープさを感じないのはさすがとしか言いようがありません。恐るべしメルセデス。奥はワイヤレスチャージングになっていますが、なんとこれが標準装備。手前にはタイプ C の USB ポート、そしてシガーソケットがついてあります。これはナビを手元で操作するためのタッチパッドで、手前にはリストレストと呼ぶ手を置く台座が用意されてますね。絶妙な位置にレイアウトしてあって、うまく手首のサポートをしてくれるため、快適に操作できる印象です。センターコンソールボックスは観音開きタイプを採用。中は起毛仕上げになっていたり、タイプ C の USB ポートが2口あったりと、さすがのクオリティになっています。USB ポートに関しては全てタイプ C にはなっているものの、フロントだけで3つもありますから、充電し放題で最高の環境です。グローブボックスも同じく起毛仕上げで、照明もついてます。ここの起毛仕上げはまだまだ国産500万クラスだと少ないんじゃないかなと思いますね。照明類には白系の LED を使うメーカーが多い中、メルセデスは暖色系の LED、 これがまた憎いほど上品でブランドイメージにぴったりなんですよね。ちなみにメーカーオプションのパナノミックスライディングルーフをつけるとこんな感じ。ガラス1枚ではあるんですが、中央に指示枠が入って前後に分かれてるパターンですね。開放感あるとはいえ、真ん中の枠が太いので、期待しすぎにはご注意ください。お次は後席を見ていきます。ドアトリムはフロント同様に黒とグレーのツートンカラーで塗り分けされてますね。合成比較もたっぷり使っていて、質感はもちろんいい上に、ドアグリップもフロントに匹敵するクオリティ。スピーカーはアドバンストパッケージがついているので、上下合わせて2つありますね。ドアポケットのサイズ感も十分ですが、そこにラバーマットが敷かれていない点がフロントとの違いになります。シートを見ていくと、後席も本革で肌触りは固め、反発力が適度にある印象で、立体的な形状になっていますよね。またサイサポートも張り出しが大きいため、膝裏が浮かないように工夫されていて、大人2人もかなり快適に座れそうな印象です。とはいえ3人乗ってもそこまで窮屈感なさそうな横方向の広さも確保されてますね。ヘッドクリアランスは拳2つ分程度と、十分な余裕ある空間になってます。ライニングの R がラゲージルームあたりで下に折り返しているので、キャビンスペースへの影響はほぼ皆無と言えるでしょう。まず乗り込んで足元を見ると、優しい暖色系のフットライトでお出迎えしてくれます。室内の照明類と統一感もあって、なかなかいい感じの雰囲気です。ミニスペースは拳3つ程度と、ボディサイズを考えれば広い方ではないでしょうか。運転席を私の身長175センチに調整してこれですから、十分ですよね。つま先も余裕で入りますし、後席で楽に乗ってロングドライブなんかも良さそうです。ただし3人乗れるとお伝えしましたが、中央のフロアは盛り上がってますので、理想は2人までかなと思います。後席にもスライド及びリクライニング機能がついているのは嬉しいポイント。実際に調整量としてはこれくらいになっていて、思った以上に動きますね。あんまりリクライニングを起こして乗るのは現実的じゃないにしろ、荷室を広げたい時にはすごく効果を発揮します。スライドに関しても一緒ですね。ユーティリティについては、リアのセンターアームレスト、こちらには前に飛び出す形のドリンクホルダーが用意されます。メッシュタイプのシートバックポケットは左右に備わっていて、フロントコンソール背面にメッキ加色とピアノブラック調のエアウトレット、さらにはちょっとした小物入れとタイプ C の USB ポートが2口ありますね。基本的な構成は A クラスや CLA クラスと同じで、高いユーティリティ性を持ち合わせているんです。リアの照明はセンターではなく左右セパレートタイプになっていますね。サンルーフがついてないモデルでも、新型 GLA はこの位置に装備されます。ラストはラゲージスペースを見ていきましょう。新型 GLA のテールゲートは電動式を採用。高さを任意に設定できる機能に加えて、バンパー下にキックモーションを行うだけで開閉可能なフットトランクオープナーも装備されるんです。ハンズフリーで行うには多少慣れが必要ですが、意外と便利な機能ですよね。さて、気になる荷室容量は通常時だと425リッター。数字としてはそこまで大きくないものの、使い勝手の良さそうな空間になってます。トノカバーも標準でついてますし、荷室周りも全て起毛仕上げですから、傷がついて悲しい思いをする必要もありません。荷物にも優しいメルセデス、さすがです。左サイドには仕切りネット、照明、シガーソケットが装備。右サイドには仕切りネットとパッチンベルトがありますね。また買い物フックは左右に装備されます。ラゲージボードは高さを2段階に調整可能で、1段下げると数センチの高さを稼げます。ちなみにゴルフバッグは2つ積載可能とのことです。後席から倒す際にラゲージ側から操作できないのは残念ですね。せめて肩あたりにレバーがあると最低限の使い勝手は確保できたでしょうが、これではさすがに不便すぎます。そのため全てのシートを倒すには、後席まで回って紐を引く必要がありますね。
一方でリアシートは4対2対4の分割可動式を採用し、中央だけ倒すことも可能ですから、シート自体の使い勝手はいいんです。しかもこれに関してはラゲージ側の操作で倒せますから、何とも言えない気持ちになりますね。これのメリットは大人4人が快適に座りながら長尺物も乗せれること。リアシートを全て倒すと荷室容量は1420リッターまで拡大可能。横の出っ張りも少なく、かなり大きい荷物もいけそうですし、頑張れば車中泊もできそうなくらい広いですね。とはいえつなぎ目の段差は多少あります。ラゲッジ側にハードプラの素材が使われていたり、シートバッグの傾斜角がきついなど、いくつか気になる点もありますね。ただし普段使いで困るようなことはないでしょうし、このサイズを考えれば相当優秀なパッケージングと言えるでしょう。というわけで新型 GLA エクステリアインテリア編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。